楽器教室での演奏利用に関する使用料規定の、承認をいただきまして、本日午後2時半に文化庁長官宛に使用料規定を届け出をいたしました。書面、場合によっては出向面談交渉などを含めて、ご理解をいただき、来年の1月に向けて、許諾手続きがお取りいただいて、ちゃんと創作者に、利用の対価が還元されるような仕組みを何としても作ってまいりたいと、おかように考えている次第です。また JASRAC は子どもの教育からもお金を、じゃあ権利を徴収するのかとか、非常にその反対の風潮というものも見られますが、私は作曲家として非常にそれを残念に悲しく思っている次第であります。極端な例ですが、例えば学校の給食に対して農家さんに、これは子どもの教育なんだから、あなたとたくさん野菜取ってるから無料でくださいよっていうことは絶対言わないと思うんです。これは物がはっきりとしてある、どれだけ苦労して生まれたかということが実質的に想像できるからだと私は思う。クリエイターに対するですね、世の中がもうちょっと敬意を持ってもらったらいいかなということなんですね。無からやっぱり有を生み出すということは、非常に、多大なエネルギーもいりますし、努力も必要です。そういったものに対してある程度の尊重心というものを持って、いただければですね、こういった争い事のにはならないんじゃないかなというふうに思っているわけです。